16番です。今度はアリの話ですね。これ面白いよね。Look closely enough, and you'll find that modern societies resemble those of certain ants much more than our nearest relatives, chimpanzees and bonobo. まあ、チンパンジーとかボノボ、私たちに最も近い親類であるチンパンジーやボノボよりも、はるかにアリ、まあ、あるアリの社会に似ていると。まあ、このぞぞ反復を避ける内容語で、まあ、要は人間の社会というものは、現代社会っていうのは、アリの社会に似てるよね。しかも現代社会ですよ。っていうところがちょっと面白いなと思うんだけどね。人間の社会っていうだけじゃなくて、現代社会の方がアリに似てる。で、後ろの方出てくるけども、現代より前の社会だとアリに似てないらしいんで。なかなか面白いところだね。で、No chimps has to create highways, traffic rules, and infrastructure。まあ、チンパンジーで高速道路を作ったり、交通ルールを作ったり、インフラを作ったりするものはいないよね。する必要はないよね。Participate in assembly lines、まあ、組み立てラインとか、Complex teamwork なんかに加わったりしないよね。Or allocate a labor force for effective division of labor。 あるいは、allocate 割り当てる。労働力を、効果的な分業に割り当てる。なんてしないよね。で、そういうリストはゴールまだまだ続くよ。つまり、チンパンジーとかはやんないけども、アリはやる。人間がやる。で、人間とアリの共通点。そういうのはいっぱいあるよね。っていう話をしてるわけだ。このアロケートを割り当てるっていうことで、要は、問1の1、問1のア。アロケートはレバーフォース。レバーフォースは労働力ね。for effective division of labor 分業ね。っていうことで、まあ、分業っていうのを分かれば、1番。アサイン A と B、A を B に割り当てる。Workers to different groups、ね、労働者を働く者を、様々なグループに割り当てる。で、そうだと、目的。They can carry out tasks smoothly、まあ、作業をスムーズに行えるように。っていうことでしょうね。まあ、これが一番近いと。2は、Have all members of a group work together on a project at the same time。同時に一つのプロジェクトにみんなでワークトゥギャザー。違うね。分業ですから。ディビジョンですから。で、三つ目は、reduce the number of workers in each project to keep labor cost。まあ、レイバーコストを下げるために、労働者の数を減らす。違うね。try to change the way。あ、try to change the way。もうこれで違うでしょ。やり方を変えようとする。People work to realize an ideal lifestyle。まあ、理想的なライフスタイルを実現するために。まあ、全然関係ないね。ということで、これはまあ、分業というキーワードが見えれば、これね。で、ここの The List Goes On というのは、そのリストは続いていくっていうのは、まあ、人間とアリはやる。でも他の、チンパンジーやボノボはやんないっていうことの列挙ね。まだまだあるよ。これ面白いんだけど、アリってすごいよ。例えば、牧畜やるよ。こう、アリ巻きなんていうやつがいるんだけど、それを巣に持って行って、育てて、で、まあ、そこから守ってあげて、で、まあ、ちょいちょいと、こう、ついたらお尻から甘い汁が出るんだけど、まあ、それを、こう、もらうと。もう完全に牧畜ですよ。農業もやるよ。農業はまあ、なかなかすごいよ、あれは。画像を一遍調べてみると、出てくると思うんだけどね。葉っぱをめちゃめちゃ細かく噛んで、刻いて、で、ぐちゃぐちゃにして、それを葉っぱの上に置いて、要は土壌を作るわけだ。そこにキノコのこう菌を持ってきて植える。で、育てる。っていう、農耕をやる動物っていうのは他になかなかいないんじゃないかな。まあ、分業はそうだよね。戦争については後で書いてあるけどね。戦争もやるよね。から、戦争の時なんかもすごいよ。フェロモンで相手を、まあ、匂いだ。相手を探知するんだけども、潜入作戦取るんだよ。で、潜入するときに、自分のフェロモンのまま行っちゃまずいじゃん。敵だと思ったらいきなり殺されるじゃん。どうするかというと、これはすごかったな、画像で見たけど。敵を殺すんだよ。まず一匹。で、頭を食いちぎるんだよ。
その頭のところを自分の頭に乗っけるんだ。つまり仮面を作るんだ。そして入っていくと、フェロモンはそいつのフェロモンがついてるからバレない。で、潜入して中から壊滅する。次、そりゃすごいよ。仮面をかぶって相手を殺して、その頭を自分の頭に乗っけて仮面みたいにしてフェロモンにしてゾロゾロ入っていく。っていう、これすげえ作戦だなと思う。人間でもなかなかできないんじゃないかな。っていうふうに思うよね。まあ、そう考えたらなかなかありっていうのはすごいです。で、まあ、ここにあるように戦争するっていうのはすごいね。まあ、戦争したら当然奴隷も使えますよ。かっさらってきて、で、こう、卵から返して、で、返ったやつを全部自分の奴隷として使うとか。奴隷を使う動物っていうのも他にはいないんじゃないかな。まあ、そういう点ではね、なかなかすごい。で、こう、戦闘能力も高いよ。あ、これ話し出したら、授業中全部話しそうだ。アフリカの南の方のアリ。こいつは100万匹レベルで行動するんだけど、なんと、ライオンの子供をやっつける。ライオンに勝つんだよ、アリが。凄まじいな、というふうに思いますよね。まあ、まあ、その辺にしときましょう。The reason is that societies of all species have organization imperatives that depend on size。 まあその理由はざっと以下ということだ。あらゆる種の社会というものは、組織的な、まあ、インペラティブは必要とすること、義務。で、サイズに応じた組織的な義務、必要事項、これを持っている。じゃあ、このサイズって何か、これいい問題だよね。ただ選択肢がバカすぎて、これね、いいとこついてるいい問題だと思うんですよ。だけど選択肢があまりにもあまりで、他選ぶやついない。あ、ごめん、選んじゃったらごめんな。選んでたらごめんな。そんなやつ普通はいないだろうと思うような選択肢が結構並んでるんだよ。サイズっていうだけだとこれ何のサイズか分かんないよね。だから単語の問題に見えて、ちゃんと文を読み取れよっていう問題なんだよ。で、and only humans and certain social insects、これアリのことね。だけが have populations that can explode into the millions。何百万にも及びかねない。広がりかねないポピュレーション。まあ、ポピュレーションって人口ってことだけど、まあ、アリの場合、アリ口って言わないから、まあ、アリの数だろうな。この話なんだ。で、ポピュレーションに対しては、英語では、the size of population って言えるからね。だから、ポピュレーションのサイズだったんだ。で、まだまだ、もうちょっとヒントになるとこいっぱいあるからね。A chimpanzee community with 100 members。これ少ないよね。For example、 例えば100くらいのメンバーのチンパンジーの共同体 doesn't address public health issues、 まあ公的な衛生、健康衛生に取り組んだりはしない、つまり個人のことだけやってる。 But some ants metropolises、 メトロポリスは大都市っていうかね、アリの大都市っていうのはアリがすごい数で住んでるところ。 Have sanitation squad は衛生部署がある、衛生部隊がいる。数が少ない、数が多い。数が少なかったら衛生部隊なんてインペラティブ必要じゃないと。でも数がこのくらいいたら、数によってインペラティブが衛生部署、こういうものが必要になる。だから数の問題だ。 Whether assembled largely by intelligent thought in humans or genetic inheritance in ants、主に知的な思考によって集まったのであれ、人間の場合知的ね、いや遺伝的な本能引き継いだものによって集まるのであれ、 Certain features are needed before many individuals can live together harmoniously over the long term。 長い期間にわたって協調して共に多くの個体が生きていく。で、この before はね、ためにはって訳すといいよ。
前が need とか必要だ。で、before だったらこうなる前にはこれが必要だ。つまり、合格する前には猛勉強が必要だ。だ合格するためにはって訳せるよね。だからこっち側に need とか have to とか must とか、こういう時にはためにはって訳すと素直に多くの答え、これ多数だね。多くったってこれも本当に100万単位だね。そういったものが共に長期間にわたって過ごすためには、いくつかの特徴が必要なのだ。つまり、こういった社会性が必要なのだ。という話だ。ということで、サイズ。この問題は、いい。それは3番だね。ある種の中で、社会をどのぐらいの数のメンバーが、構成しているか。4番なんか面白いね。どのくらい背が高くて、どのくらい太ってて、っていう。あなたのサイズは?みたいな。そんな感じだよね。1は、平均的な、種の中から平均的なものが、個が、どのくらい大きいか。じゃあ、象のサイズ対アリのサイズみたいな、そんな話になっちゃうじゃん。で、次は、2番だったら、社会の中のテリトリーがどのぐらいでかいか。テリトリーのでかさって言った場合は、こう、住んでるところがどのぐらい広いかっていう話で、どれぐらいの数がじゃないよね。ということで、ここまで見て、あ、多数で少数だったらできないよね。多数だから、多数だから、多数だから必要なんだよね。っていう話をしているというふうに考えたら、数の問題だということで、サイズは、ポピュレーション、高3番ですね。The flip side is that. ここ、フリップサイド、あ、レコード知らねえか。昔々、黒い丸いのがあって、表を A 面、裏を B 面って言って、まあ、再生したんだけど。ただ今、最近、レコード、アナログレコードの売り上げの方が CD を上回り始めたんで、まあ、ひょっとしたら、そういう趣味の人は知ってるかもしれないね。では、B 面だ。裏面。でも、そんなの知らないだろうな。裏面にはこんなことがあるよ。っていうけど、まあ、これは前のパラグラフとつながり考えればいいね。The larger the group, the more diverse and extreme the aggressive responses to outsiders can be。まあ、集団が、ザヒカキュザヒカキュ。大きければ大きいほど、外部のものに対する攻撃的な反応は多様になる。あるいは極度になりがちだ。これは前のパラグラフからつながったとしたら、in addition はさらにそれに加えて、こっち加わってないよね。で、fortunately は幸いなことに、何も幸いじゃない。moreover を加えて、さらに加えてだから違う。in contrast、それとは対照的に、つまり多くのものがハーモニアスリーに長く過ごそうと思ったら、まあ、いろんな特徴が必要になってくるよね。で、今度は逆に、組織が大きくなるほど、戦い方、外部への戦い方っていうのは多様になるよね。っていう話だから、まあ、インコントラストぐらいしか合わない。他だったら絶対合わない。っていう感じで選ぶしかないだろうね。When considering the often striking similarity between humans and social insects, one fascinating parallel is the existence of warfare in bulls. まあ、しばしば、striking、特徴的な、際立った類性、人間と社会的昆虫玉、まあ、この場合、アリだよね。を考えてみると、一つの魅力的なパラレル、平行線。まあ、対応できるということね。は、両者にインボース。戦争というものが存在するということだ。多くなったら、戦争みたいなものが起きると。The word war has been used, I think, imprudently to describe all kinds of conflicts.
animals and early humans。 動物館とか初期の人間たちの対立を、あらゆる種類の対立を描写するのに、戦争という単語を使っているのは無思慮だと思う。つまり、戦争という言葉を使っていい場合と使っちゃいけない場合があるのに、何でもかんでも戦争なんていう言葉を言っちゃうのは、ちょっと不分別だよね。資料が足りないよね。Those might include raid or other small or one-sided attacks。 そういった戦い全部には急襲、一気にやっつけるとか、他の小さな、あるいは一方的な攻撃も含む。それは戦争じゃないよねって言いたいわけよ。But what interests me most? しかし、私に、最も興味があるのは、is the emergence of conflict we generally have in mind when we think of a war。 戦争ということを考えるときに、have in mind、 心に浮かぶ対立、戦いの発生だと。で、which I defined in a 2011 article for Scientific American as a concentrated engagement of group against group in which both sides risk wholesale distraction。 両者が全滅のリスクを冒す集団対集団の集中的な、関与として私が定義したものだと。How such wars arise? どのようにしてそうした戦争は起きるのか。要するに全滅覚悟で集団、個じゃない。集団対集団がぶつかり合う。集中的にぶつかり合う行為。これを戦争と言ってる。で、そういうのはアニマルとかアーリーヒューマンにはないと言いたいわけだ。モダンヒューマンとアントにはあると言いたいわけだね。この言いたいことが何なのかを少し考えながら読まないと、この結構長いしね、単語を追いかけて訳しているうちに話が分かんなくなるよ。A party of chimpanzees。 これ何書くと思う？この段階で。あ、パーティーっていうのは、群れ一団ね。例えば山登りのパーティーなんていうのは一行だよね。だからこうチンパンジーの一団は、ここから少なくとも何を書くと思う？チンパンジーだからね。予測できたね。要は、王にならない。この話に至るだけだよ。で、その後、アリとかだったら、アリとか現代人は王に至るよね。どのようにしてそうした戦争が起こるのかって、いや、チンパンジーの場合は起きないんだけどね。って書くんだな。だって明らかにそうじゃん。チンパンジーとか、ボノボとか、昔の人間、対現代人アリ、グループで戦争するのはアリと現代人、っていうふうに言ってるわけだから、チンパンジーの話が来た時点で、あ、こいつらはね、戦争に近いことをやるかもしれないけど、戦争じゃねえんだよ。っていう話になるよね。Creeping into another's territory to slaughter a single chimp。1匹のチンパンジーを殺すために、他のチンパンジーのテリトリーに侵入する。
ようなチンパンジーの一行一団。There are no more modus operandi when attacking outsiders。まあ、これが外部のものを攻撃するときのいつもの通常のやり方ってことね。やり方だが。Isn't really war. Really war. 本当は戦争ではない。Similarly。似たようにっていうから、戦争じゃないっていうんだね。Small armed societies rarely take big risks。小さなアリの社会が大きな危険を犯すことはレアリめったにない。まあ、戦争しない。小さなアリの社会。Costa Rica's Echinogonus trap jaw ants, for example. まあ、どうせ例だから。戦争してない話だな。Has colonies only a few dozen individuals. まあ、ほんの数十の個体でコロニーを持っている。That nest, このネストどうして？ In a tree, rooted out down the center. 腐った枝の中に巣を作っている。With a home that requires so little effort to maintain. 維持するのに、それほど努力がいらないような家に住んでるので、があるので、conflict with neighbors、まあ、近所のアリの集団との対立は、resolved、解決する。by flight、flight は逃げること。逃げることによって解決する。rather than ではなく。暴力ではなく。この話だ。で、コロンがあって説明してくれるから、そこも読まなきゃ損だよ。A colony composed of just a few ants。やっぱり数が少ないの話だね。ほんの数匹のアリからできているコロニーは、can perhaps take 枝を引っ張って and hike to the next tree。 隣の枝のところに hike to 行く。 At a moment's notice。 気づいたらすぐに。こうやって見たら、まあ、この flight っていうのは逃げることっていうのは、まあ、隣の枝のところ行っちゃうっていうことだね。っていうふうに見えるよね。そしたら、ここで、絵が問題になっていて、ちょっと探しにくいんだけども、問い2の A、解決するってどういう感じ？っていうと、2番ですね。Relocating to a new place。新たな場所に住み場所を変える。1番だったら、仲直りする。折り合いをつける。2だったら、暴力に訴える。暴力ではない。あ、3はね、書いてある。で、今、チャーター便のフライトに乗る。はい。そんなアリがいたらお会いしたいですね。ということで、ここに当たると。まあ、やばいと思ったら引っ越しちゃえばいい。少数だし、そんな大変じゃないし、っていう話だ。まあ、杭のところをちょっと引っ張って、で、動かして、で、隣の枝のところを持っていけばいいよね。っていうだけだ。だから戦争になんないよね。ここは。少数集団だったら、王にならないと。このことが具体的に書かれたんだなっていうパラグラフなわけだ。ここに、まあ、パラグラフ全体で、ああ、大体こういうこと言ってるなっていうようなのは、パラグラフの数が増えていったら押さえておいた方がいいよ。数が少ないときは、まあまあ読めるんだけど。パラグラフの数が増えていくと、読んでる最中分かってても、なんだっけ、なんだっけ、っていうふうに思って、戻ろうにも戻り場所も分かんないからね。だいたいこういうこと言ってたところっていうような押さえ方はしておく方がいいだろう。The same was true for hunter-gatherers living. ここから何が起きる？同じことが
狩猟採集民の生活に当てはまるわけだね。ということは、やっぱり、狩猟採集民は昔の人間で、これ数が少なくて住んでたから、まあ多分少数。で、王なし。こういう話をやるんだな、と思いながら読めると楽です。予想立てて外れたらどうすんだよって、外れるレベルの予想は立てない方がいいよ。きっとこうなる。自分で思っちゃわない方がいいけども、このなるに決まってんじゃん。同じことがこっちにも当てはまる。っていうんだから、ハンター・ギャザラーはまあ少数で住んでたんだから、まあ、王はなかったんだな。As our ancestors usually did。祖先たちが常にしていたように、in small bands。少数で暮らしてた。They had few possessions。持ち物もほとんどなかった。And had no permanent structures to protect。守るべき永続的な、ストラクチャー、機構もなかった。建造物とかね、そういうものもなかった。ここちょっと難しいだろうな。While massacres weren't beyond them。大虐殺は、beyond ってのは範囲を超えて、レベルを超えて、能力を超えて。彼らの能力を超えたものではなかった。つまり絶対できないというわけではなかった。可能ではあった。やろうと思えばね。ぐらいだ。が、carrying one out, carry out, 実行する。で、この one っていうのは、まっすぐこれだね。そんなことを実行すれば、で、would have 過去分詞だから仮定法。Is it less, a little? わずかなものしか生み出さなかっただろうし、利益はほとんどなかっただろうし、unbeen foolhardy。foolhardy は中があるのかな？まあ、向こう水っていうより無謀。無謀だっただろう。つまり、馬鹿げていただろうって話だ。fool の方がとっとる。だから、やろうと思ったらやれないわけじゃなかったけど、やったとしたら馬鹿じゃん。だからやらなかった。While relations with neighboring group went through。 まあ、隣の集団との関係性が went through にな、went south になったら、つまり南に行ったらってなんだよ。さすがに南に行くっていうのは比喩だろうと。じゃあ比喩だったら南っていうことはもう考えないで解いた方がいいね。It was usually easier to relocate。 もう見えたでしょ。relocate。さっきのアリサン作戦と一緒だ。小規模アリサン作戦と一緒だ。場所を移す方が簡単だよね。そう言ってる。そしたらこれは、やばくなったらって話だよね。やばくなったらこうできるよね。ピンチになったら、こうした方がいいよね。つまり、ピンチになっても戦争なんていらないよね。こういう話なんだなっていうふうに思えるよね。だから、went south は1番、become bad。これも面白い問題なんだけど、選択肢がね。だって2番は、became friendly。仲良くなったら、仲良くなったら別に一生住んでりゃいいじゃん。3番は 暖かい場所に行こう。なんだこれ、南へ行こう。暖かいとこへ行こう。なんで暖かいとこ行くんだ、関係が。4番もっと面白い。Travel to Texas。テキサスに行こうって。なんでそんなとこ行くんだよ。主語はこれで。主語はリレーションだと思ったら、さすがにこれはもう1しかありえない。まあ、リレーションだと思ったら1か2しかありえない。3、4は論外で。で、1と2は逆で。で、フレンドリーになったら別に逃げなくていいじゃんっていう話だよね。まあ、ということで1番。これは選択肢がバカすぎる問題だ。で、or if retribution was required。 で、もし今度はさらには、やり返すことが必要になったら、じゃあどうする？ Creep into the rival territory。 ライバルのテリトリーに忍び込んで、kill one or two people。1か2、1人か2人殺す。
アンスニーカーこっそり逃げる。チンパンジースタイルレイド。チンパンジー型の襲撃だ。あくまでも多数対多数で、全面が、自分たち全部が死ぬかもしれないっていう戦いなんてしないよね。って話して、このパラグラフも、人間であっても、少数集団のハンターギャザラーだったら戦争なんて起きなかったよね。って話で。この2パラグラフは、まあ、少数だったら戦争起きないよね。周りであれ、人間であれ、少数だったら戦争起きないよね。っていうことが書かれただけのパラグラフだ。そう思えばすっきり読めるよね。All out wars。まあ、総力を挙げての戦争は、総力戦は、Almost always carried out by large societies。大集団のソサエティによって起きるんだよね。In our case, using technique refined over centuries, dating back before the Roman Empire。まあ、ローマ帝国時代まで遡って、何世紀にもわたって洗練されてきた兵器、技術、こいつを使って行うんだね。No other vertebrate、他の脊椎動物は、っていうのが、まあ、戦争をしないって話だな。Regularly conduct aggressive operation that can endanger their society in this way。このように、自らの社会を危険にさらしかねないような攻撃戦略を定期的に行うものなんていない。つまり、脊椎動物は他はいない。人間体だけだ。まあ、some social insects。しかし、少数の社会的な昆虫、つまりアリだな。つまり、大多数で生きるアリは行う。The population size at which both ants and humans societies shift from low risk rate and ritualized fight to full bore warfare, in my estimation. ここはリスクの低い急襲とか儀式化された戦いから全面戦争にシフト。するのは、で、私の見積もりによれば。Is somewhere in the neighborhood of 10,000 to a few tens of thousands。1万から数万に至るあたりだと。Somewhere 至るあたりだと。だいたいそのくらいだと。戦争になるのはどのくらいかっていうと、だいたい1万か数万くらいになったあたりだ。その辺の数だ。In most cases、ほとんどの場合、aggression reaches epic level。これも難しいのかな。まあ、中はあるけどね。大規模なレベルに到達する。というのは、要は戦争になるってことだ。Of hundreds in cities of hundreds of thousands or more。 数万かそれ以上だと。つまり戦争に至らないのは少数で、戦争に至るのはこのぐらい、万レベルを超えなきゃならない。The wars between colonies of the Argentine ants、アルゼンチンアリの集団間の戦争は。で、同格で、An invasive species that control entire region across Southern California and other parts of the world。 こいつの説明で。南カリフォルニア全体にわたるリージョンを支配する。さらには世界の他の部も支配しているような侵略的な手段。における戦争は、feature、 これ動詞だよ。
フィーチャーは、特徴っていう名詞知ってるかな？あと、複数になった場合は、人を特徴づける感じで、人の要望とかね、表す。で、ここは SV だから動詞で使ってる。動詞で使った場合、フィーチャー O で使って、O を特徴づける。とか、ドラマとか映画でフィーチャリングってところでしょ？あれは、特徴づけるために O を主役に採用するとか。そういったフィーチャーもある。O を主役として採用する。それによって、まあ、S の特徴をつけるわけだ。で、この場合は、Millions of casualties。何百万人もの、ミリオンズ、何百万人ものカジュアリティ、戦死者を持つという特徴がある。こういう感じだ。毎週。alongside borderline that extends for miles 何マイルにもわたって広がる。サンディエゴ近くで。そのボーダーライン、まあ、国境に沿って、毎週何百万もの死者という特徴がある。死者を生み出してるって話だね。Lacking guns and bombs 銃や爆弾を書いているので当たり前だ。They aren't used sheer numbers 数そのものを利用する。そして mass power、筋肉の力、まあ体力ね、体。To overwhelm their rival 敵対するものを圧倒するために。Gathering around each enemy and pulling it apart。 すさまじいね。その敵を取り囲み、そしてその敵をプルアパート、こう引っ張ってアパート、バラバラにする。つまり噛んで引きちぎるというような戦い方をするんだ。すげえな。One likely reason for the possibility of warfare in a large society。で、ここから話が変わるね。大きな社会において戦争が起こる可能性がある理由で、likely がありそうな理由、最もらしい理由、可能性が高い理由。Among both ants and humans、まあ、人間であれ、動物であれ、あ、人間であれ、人間でもありでも。It's simple economics は、単純な経済学だと。ここで完全に話が変わったわけだ。ここまでは要は少数集団だと戦争はしないが、大多数になった時戦争になるよねっていうことが具体で挙げられてきたわけだ。多数になってありと人間だけ。他の人はしないんだね。他のものはしないんだね。これ、O に至る。まあ、ここまで書いてあったのはこれです。で、ここからがその理由だね。このことの理由は、単純な経済学だ。で、ここはまあ、問いの3のあたりだね。ここは記述なんで結構頑張らないといけないね。Big communities are more productive per capita。人口あたり、一人当たりってことね、per capita。に生産性が高くなる。で、コロンで何でかを書いてる。Fewer resources are required to feed and house each individual。ここに、feed の食事、食べられるようにしたり、家を与えたりするのに必要な資源がより少なくなるのだ。The outcome、その結果は、a reverse, a reserve labor force、labor force 労働力。余分な労働力、労働力の貯蓄。That can be quickly deployed as needed。必要に応じて、必要とされると、すぐに利用できる。
In ants, アリの場合は、typically as soldiers。典型的に兵士として。ってことは必要とされているようにっていうのは兵士としてだ。まあ今、最低必要な欲求を満たすためのリソースが少なくて済むと。で、少なくて済む分だけ今度は人が労働力が余ると。で、労働力が余る。その労働力は必要なところに使えると。で、必要なところっていうのはアリの場合は戦争だと。だから、労働力が余る、その労働力は兵士として使える。ということで戦争が可能になっていくわけだ。Fortunately, 幸いなことに、our nations, 私たち国家はっていうのは人間の場合はってことね。can make choices. 選択ができる。not open to insects. 昆虫には開かれていない選択ができる。つまり昆虫はできない選択ができる。これが人間だけができる選択だね。これが2番に当たるだろうね。というと。こっちが問3の1番だね。で、by investigating excess labor。まあ、余分なレーバー、労働力を投資する。invest in は何々に投資する。not just in armies。軍に投資する。つまり戦争に投資するだけではなく、in a host of 多くの他の分野に投資することが、によって、アリにはできない選択ができるんだ。Among them, それらの中には、エンターテイメント、the arts、and sciences、娯楽とか芸術とか、サイエンスは科学っていうよりは、まあ、学問っていうことだろうね。で、特にサイエンスが複数形になってるよね。こういう時には学問っていう感じで押さえてください。科学は複数形にならないです、普通。そしたらここで、まあ最後までやっちゃうか。Rather than hiding behind stones like Ecuadorian ants のように、まあ石の岩の後ろに隠れるんじゃなくて、People can also choose to develop alliance among societies of the kinds。まあ自分たちの種の、社会の中で同盟を発達させることも選べる。まあ、これアリとは違って選べるよっていうんだから、ここも回答に当たるだろうね。Something I ain't finding impossible。それは、find を see の方が消えて関係してね。まあ、ありには不可能なことだと。ありはできない。で、この also はさっき練習したけども、人は、ありと違って人はこっちを選ぶこともできる。つまり人の選択肢1、2、こともできる。人もじゃないよ。だって違ってだから。アリのように咬合するんじゃなくて、人は。ね、主語がこう人間だから。こっち側もできる。だから、こういうことができる。こいつもできる。つまり、さっきの問3の 2番はこの2つ入れないといけないんだよ。最終文。It's in the pursuit of peace。That the brain power of humans showed our species at its most impressive。まあ、これは、こんな感じだろうな。人間の脳の力が私たちの種を 最も印象的に見せるのは、
平和への追求においてである。つまり平和を追求するなんていうことに脳を使うっていうのは人間だけだ。ありにはない。っていうところで最後締めたかったわけですね。そういうわけだから、この最後の問3の一緒に、まあ大規模な戦争が起こる理由っていうのは、最低限キーワード的に何を入れたいかというと、まあ、人数が多い社会とか大規模な社会、これは絶対入れたくて、これは、生産性高い。生産性が高い。生存に必要な資源が少なくなるので、余分な労働力が出ると、これだけ書けばいいだろうな。大きな社会は生産性が高くなる。すると生存に必要な資源が少なくなる、せめて余剰労働力が出る、で戦争が可能になる。で、戦争が可能になる理由はどれかっていうと、いうわけだから、まあ、ここまで書けばいいんだろうな。で、次の問題は、ありと違うところだから、まあ、軍隊でいいかな。軍隊以外。軍隊以外。軍隊ではなくて。軍隊の他に、あ、余剰労働力。答え書くとき、こっち側抜けないようにね。軍隊以外の娯楽とか芸術とか学問といった分野に投入すると。これはみんな書くと思うんだけど。まあ、同志の社会間で同盟を組んだりすると。まあ、これ2点に入らないといけないと。で、こっちが順に、まあ、大きい生産性が上がる、必要な資源少なくなる、なんか余剰労働力が出るっていうところまで書けばいいと。こっちは2点書きたいということですね。まあ、これがありと違うと。で、こっちがありと共通していると。でも、それ以外のものは戦争はしないと。まあそういう話だったわけだ。でもどうなんだろうな。どうなんだろうなと思ってるのは、この同種の社会同士で同盟を組むっていうのがさ、これが平和への追求になるんだけど、そもそもアライアンス、同盟組むって、ある一つの目的のために同盟を組むことはあるかもしれないけど、通常アライアンスを組むときって共通の敵がいるときじゃないの。ある目的があるから同盟を組んで一緒に目的を果たしましょう。地球温暖化を止めましょう。っていうようなこともあるけども、一般的にアライアンスっていう単語から想定されるものっていうのは、同盟を組んで、あっち軍事同盟を組んで、あるいは経済ブロックを作って、敵に勝ちましょう。
つまり、平和への追求というよりは、なんかこう、なんか敵対を増強するような感じが、私にはしてしまうんだけど、まあ、この人はそういう書き方してないので、まあ、書いてることを従って読むしかないんだけど、どうも最後のこう、人間同士で同盟組めるよね、人間同士一緒にやっていこうって言えるよね、人類皆兄弟って言えるよねっていうノリは、そう、ありにはないだろうけど、人間しかないだろうけど、でもそれでまあ同盟組みましょうって言われたら、まあ、人間同盟とか、環境を守ろう全人類同盟とか、組めればいいんだろうけども、多分全人類間じゃない同盟を組んだ場合っていうのは、そうでない人との敵対は増すんじゃないの？じゃあ平和は遠ざかるんじゃないの？っていうふうにも思ってしまうが、まあ、受験の最中はそんなこと思わない方がいいよ、もちろん。というふうに、まあ僕なんかは斜に構えて思ってしまうな。まあこの本を振り返ると、ちょっと授業に戻ろう。この本を振り返ったら、まあ大まかにこう、戦争をやるのはアリと人間だけで他の脊椎動物とかはやんないよ。で、しかも人数の問題だよね。少人数だったら戦争やんないよ。で、大きな人数になったらやるよ。で、少人数の中には少人数のアリとか、小集団のアリとか、小集団の人間、狩猟採集の時代、ね、も含むよ。で、もっとこっちに来たら、まあ大集団のアリのグループとか、あるいは現代になってます。人口非常に大きくなった人間だと戦争をやるよね。で、最後の戦争をやる理由って何？って言われたら、まあ、経済的にこう余剰なものが出た。余剰労働力の使い道がそっちへ行っちゃうよね。っていう、私はちょっと納得できないんだけど。っていう話で。で、まあ、もう一個は、人間の場合は、それでも違う場所に余剰労働力を持っていく手もあるよね。また、同盟とか組むのは人間だけだよね。っていう、最後のところはちょっと飛んでると思うんだけど。論理の飛躍があると思うんだけど、まあ、そういうのがまとめた話だ。今のまとめた話に従ってパラグラフごとにはこんなこと書いてるな。だいたいこんなこと言ってるな。このパラグラフこんなこと言ってるなっていう読み。まあ、いわばちょっと大雑把な読みができないと長い文を読んでると途中で混乱してしまう。まあ、パラグラフ終わるたびでもいいけども、だいたい大雑把に読み。で、予測されてるとこは予測通りだなと思いながら読み。で、まあ、大きなフレームを考えて、あ、このパラグラフ、このパラグラフ、このパラグラフ、こういうことだね。っていうふうにまあ読めるような練習をしてください。だからまあ文法的にもちょっと説明することはあったけども、まあ、細かいところを読む練習をする。そういう復習をすると同時に、まあ、全体的にこうやって読み進めばいいんだな。っていうような、まあ、全体としてこう長い文を読んでいく。大まかに掴んでいく。っていうやり方も含めて見直してくれるといいんじゃないかと思います。